皆さんこんにちは、坂本龍二です。もうすぐ本番です、どう過ごしているでしょうか。勉強頑張っていますか。風邪などひかず過ごしているでしょうか。ここへ来て、いい調子です、いいイメージが持ててますという方はぜひその好調を最後まで、貫いていただければなというふうに思います。いやなかなか成績上がらなくて、思うようにいかなくて苦しんでます、まあ、そんな方もいらっしゃるかと思います。でもこれまで頑張ってきたんであれば大丈夫です。この試験というのは長期のマラソンです。最後のダッシュだけで全てが決まるわけではありません。これまで自分の置かれた環境の中でベストを尽くしてきたか、日々積み上げてきたか、昨日よりも今日、今日よりも明日、一歩一歩前進してきたか、その積み上げができてきたかどうかが非常に重要な試験です。最後の最後、なかなか思うようなイメージが持てなかったとしても、これまでの努力が救ってくれるはずです。ぜひ諦めずに最後まで戦い抜いていただければなというふうに思います。そして本番当日、自分の全てをぶつけてきてください。ただあまり入れ込みすぎずに、肩に力を入れすぎずに、リラックスして挑んでいただければなというふうに思います。力が入りすぎるとどうしても呼吸が浅くなります。浅くなった呼吸では正しい思考ができなくなってしまいます。深呼吸をして一呼吸、そしてリラックスをして本番に挑んでいただければなというふうに思います。問題を解いている最中もパニックになりかけそうになったり、なかなかいいイメージが持てなかったりという瞬間が何度も来ると思います。その度にペンを置いて一呼吸、ほんの数秒のことです。でもそれだけの工夫でガラッと空気が変わったりします。それでもダメな場合は、トイレに行ってみる、自分自身でその場の空気を変える、そんな力強さを持ってみてください。最後の5時間、自分自身が救ってくれるはずです。これまでの努力が救ってくれるはずです。最後の最後まで自分の全てをぶつけられるように頑張っていただければと思います。本当に最後まで風邪をひかないように頑張っていただければと思います。合格の先で待ってます。頑張ってください。